はい、YouTube スタートしました。よろしくお願いします。はい、インスタライブお願いします。はい、もいちゃんがいます。3、2、1、接続ライブ配信中です。はい、ちょっと待ちましょうかね。はい、インスタライブも同時にやってます。はい、はい、今送信してます。送信してます。はい、いいですか。今日はニードルズの、はい、新作が入ってまいりました。はい、じゃあそろそろ行きましょうか。はい、行きます。はい、というわけで、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、というわけで今日は、ニードルズ何か入ってくる新作が入荷しましたんで、はい、紹介します。まず、ニードルズの歴史あたりもちらっといきます。はい、あのネペンテスっていう会社があるんですけど、はい、ネペンテスを作った清水恵三さんがいらっしゃいます。はい、ニードルズは、清水恵三さんがデザイナーとして始めた、日本のブランドです。これ東京のブランドになります。はい、1989年海外メーカーとの共同制作によるアイテムを、主にカプセルコレクションとしてブランドを設立。はいはい、まず海外と、ね、一緒にやったのを、がベースになっていると。その後2008年から、ウェア、洋服やシューズ、アクセサリーまでトータル展開で正式にコレクションになりました。はい、2008年だからそんな古くないんですよね。うん、そうですね。何年ぐらい16年ぐらいですね。はい、ブランド名のニードルズは洋服が生まれる時に利用される針、針はニードルっていうね、うん、針という意味ですが、言葉遊び的な形でニードレスという意味もかかっており、うん、ニード必要、レスは、いらない、だから必要以上のものはいらないというコンセプトもブランド名の裏側に潜んでいると言います。うん、はい、2つ意味があるね。針とその必要なもの以外いらないという、ね、ニードルズのあのロゴが N 針だよね。針ですね。針のあれだよね。ちょっと YouTube ね。YouTube。ここが針になってるのね。そう、これが糸で、ね、ここが針。N が N が針、ね、針と糸になってるの。はい。なってます。はい。日本におけるインポートファッションを20年にわたり牽引してきた経験から、そのネットワークを駆使し、世界各国のメーカーやクリエイターと盛んにプロジェクトを展開。結構ね、アーティストがよく来てますよね、日本ではですね。はい、はい、2007年には福岡に初めてとなるフラッグシップショップをオープンと。はい、唯一無二の世界観を構築ということでね。はい、そういうブランドであります。はい、マイティーワークスでも結構人気のブランドですので、はい、毎回新色が出ますので、はい、紹介します。はい、今年はまたかっこいいよね。はい、まあ、前入ったのもちょっとちらっとこっちも映してもらっていいですか。はい、前入ったのもあります。これは前のインスタライブとか YouTube を見てください。色はね、はい、前のもあります。はい、今日は一応新作を中心に、はい、紹介しようかなと思ってます。まず、人気のトラックジャケット、はい、ジャージね、上ね、はい、入荷しました。トラックジャケットね、前あれですか。前は、これですね。前はクルーのジャージ、そう、前はこれが入ってます。これまた可愛い。はい、ちょっと売れてるんであんまなくなってましたが、今回は、トラックジャケット、はい、これ前開きの方が結構使える、ジャケットとして使えるんでですね、はい、人気があります。はい、で今回も下、うん、下この前入った3色と一緒で、よいしょ、色分かるかな。この3色パープル、分かりますかね。パープル、これが今ブラウンで、パープルで僕が着てるのがブラウン、そしてギータ君着てるのが黒、黒のこの3色です。はい、でこれがそれぞれ、M サイズと L サイズ、はい、ML で、ML で入荷してます。はいはい、でサイズイングなんですけど、はい、ギータ君が身長が168センチぐらい、はい、で今 M サイズを着てます。はい、で僕も、M がこんな感じね、 M サイズこんな感じです、はい、168センチ、はい、で僕174なんですけど、はい、僕も M を着ますたまに、はいはい、ジャストの時は M で、僕はこれ今 L を着てます。L 着てるのね。174センチ、袖はね長いと、うん、なんでね、どっちでもいけるんですよね。そう、はい、交換してみる。そうなんか M、L なんで、ちょっとこれが M って感じね、 M ね、 今ね、はい、 M ね。あ、まずギータ君がそれで L を着てもら
見る？そうだね。この感じ。黒の L 着て。黒の L を着たら分かりやすいかも。どっちでもいけるんで。うん。まあ、好みみたいな感じかな。そうそう、かっこいい。まあ、ジャストっていう感じでしたね。そうです。 M はジャストで、 L だとちょっと緩いよね。丈が長いかな、少しワンピです。とても長いよね。だけどこれも可愛くない？見た目変じゃないのね、うん、L もいい、ね、L でもいいのよね、うん、ちょっとゆるっとした感じで、そうそうそう、ちょっと緩い目が好みの人は、うん、身長168とか170ぐらいでも、うん、L でもいいと。ジャストなら、まあ、M って感じかな。はい。OK でしょうか。はい。で、僕174。今、L を着てるね。L を着てます。はい。ちょっと。大丈夫です。猫見つけた。猫見つけました。もういたん見つけた。もういたんです。ボーダーですね。猫見つけた。はい。で僕が、身長174センチで今 L を着てます、はい、ちょっとゆったりかな。そうだね。でジャストだったら M でもいいのかな。好みかな。で同じ色でジャストね。これは息子くんは178だけど好んで M を着てたりするよね、うん、そうそうそう。なんでまあどっちでもいいって感じなんですね。僕、うん、これ M 着れるんですよ。ああ、それまた、そう、あの違うね、やっぱり上ちょっとジャストにしたい人は、ああ、これはまあジャスト、なんか若い子だけどゆったり着ても可愛いね、うん、そうだね。これ逆になったね、今ね、最初逆になったね、最初とね、うん、ああ、すっきりする、M、 そう、すっきりするね、うん、僕好み的には M が好きかな。まあ下もナロー結構履くんで、うん、M、 ああだけど袖まで全然足りてんの。ほら上コンパクトにして膝出るとか履いてる、下を緩くして ね、はい、まあ好みですね、うん、だから、まあ、どっちでもいけるって感じだね。身長168でも174でも別にどっちでもいいよっていう感じです、うん、まあ、余計難しいですけど、ね、まあ一応どっちでもいけるって感じです、うん、OK でしょうか。で、色はまあさっき言った通りですね。はい、もう一回、パープル。で、これがブラウン。ブラウン。で、ブラック。うん、はい。ラインの色もね、微妙に違うんで。こっちから。ちょっと違うよね、ラインの。微妙に違うのね。うん、これもね。そうそうそう、微妙に違うんで。はい。はい、今回は割と濃いめなんで、どれでもいいかなって感じがします。あとパンツも入ってきました、はい、パンツは、ジャージのナロー、今回ナロー、はい、細いタイプが入ってきました、はい、レギュラーもまだちょっとあるかな、ありますね、はい、レギュラーもあるのとサイズがちょっと抜けてます、若者は結構レギュラーが好きですね、うん、で僕はちょっと大人なんでナローが好きです。これもだから3色です。ナローも3色入ってます。パープル、お早めに、パープルで、ブラウン、はい、ブラック、はいはいですね、ナロー、はい、これは数少ないんで、まあ早い者勝ちって感じですね。そうよね、はい、で、あと入ったのはそれも、はい、ベロアの、はい、トラックジャケットが先に入ってたんですけど、はい、トラックジャケット結構売れてしまって、もうこれしかないですね。もうこの色にね、この色、はい、カーキが残ってます、はい、そして今回入ったのは、ベロアの3色、ベロアのパンツ、はい、ベロアは、レギュラーがないので、うん、ナローが入ってます、はい、多分ね、新作でこれフレアができたような気もするけど、ベロアも入ってる、ちょっと定かではないです、入ってもないですけど、はいはいはい、作ってたような気がします、うんうん、最近もともとはこれナローしかなかったんで、まあブルーもうちょっと前、ブルーで、さっきのカーキでブラック、
うわ、もうこれも絶対ベロアはツヤがあるんで、いい、ね、結構大人っぽい感じでもつけますね。全部いいよね。全部いい。で、春夏のベロアと秋冬のベロアがちょっと厚さが違いますんで、うん、今回秋冬のベロアなんでちょっと厚手かな。なんで真冬でも僕履いてました。息子のを借りて結構去年、はい、春夏のね、いや秋冬のやつ、秋冬のやつを、はい、去年冬履いてました。なんか結構今までも出てきてそうな色味なんだけど微妙にちょっと違うよ ね、 出てないですね。ラインが違ったりとかなんで、ね、微妙にないんで。そう、ブルーもなんかあったような気がするけど比べたら全然違ったね。違うね、こう前のやつとちょっと、まあ、ブルー自体が違うしラインも違うしっていう感じで、うん、はいはい、ベロアもね、あの数が少ないんで、はい、よかったら、はい、ご一緒にください。ちょっと光沢が出るからまた、はい、いい。なんで今回は、まあ、このトラックジャケットとナロンのパンツ入ってる感じですね、はい、で今年は多分あと、うん、モヘアのカーディガンが入る予定かなっていう感じですね。はい、それでジャージ、なんかジャージ何にでも合うよね。そうですね、はい、引き続きインフィかな、ね、はい、もし欲しい方はぜひ早めにね、早めにゲットしてください。はい、という感じで今日は早めに終わろうかな。ちょっとね、色目とかをちょっと紹介しただけで色目ね、うん、終わろうかなと。こうセットアップでもいいんだけど、こうチグハグで着ても、そう、ね、別に色で着ても全然おしゃれなんでいいんですよね、はい、だから前着たやつに、うん、あ、ま、前の持ってる色とかに合わせても、全然色別でおしゃれね、やっても、はい、個性が出ます、ね、おしゃれなんでいいと思います、うん、こいつ捕まえる、捕まえる、はい、じゃあサムネ撮りましょう。はい、はい、結構ね皆さん見てらっしゃいますよ。本当めっちゃ見てますね。これ見た、暗いか、あんま下入ってる、暗いか。こんな感じでサムネどうかな。はい、どうかな、うん、あ、こうね、こんな感じでこっちにずらそうか、そうそう、そこしようか、はい、これどう、いいです、はい、ね、5、4、3、はい、OK です。はい、というわけで、はい、こいつ捕まえよう、ん、こいつの最後捕まえて終わりたいと思います。猫捕まえました。はい、猫捕まえました。かわいいですね。もいちゃん捕まえた。もいちゃん捕まえた。もいちゃんでございます。はい、はい、しましまだけどお腹がちょっと、これなんて言うんだろう、お腹点々で、ね、ひょうみたいな、点々になってるんですよ。かわいい。シャバ、あ、じゃあ、なんだっけ、サバトラ、サバトラ、キジトラ、なんかキジトラもちょっと茶色いって言われたんですけど、ね、はい、あ、違う、茶色いじゃない、グレー、またグレーなんだ。そうだね、ちょっと茶色なんですよね。はい、はい、車のエンジンルームにいました。はい、というわけで、はい、終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、今すぐ失礼します。